will stop. Can't believe I live in your thoughts. ハーブティーはこの辺なんで、はい、じゃあこの辺ローズマリーパーミントあるのを全部入れるみたいな感じで、そうね、この混み合ってるようなところをスイッと。なんかローズマリーって結構強いって聞いて、うん、で私もしばらく育ててたんですけど、うんうん、ローズマリーを枯らしちゃったんですよ。でもね、枯れるかもしれない、うん、私もね、うん、結構失敗はしてるよ。あ、そうですか、うん、いい匂い。今日これぐらいに発明したってことじゃないけど、うん、思いついて、うんうん、ハーブだけよりも、はい、紅茶だけよりも両方のいいとこが取れるかなと思って、紅茶の葉っぱをすごく少なくして、ちょっとコバエがいるけど、はい、コバエコバエひどい、ね、いろいろいます、ひどい。どうぞいただきます、はいはい、じゃあそんな感じで、ね、いいでしょ、いい香り、なんかもうこう鼻に抜ける、うんうん、感じが爽やか。あのね、ちょっと鼻炎気味だったので、はい、あのこれ飲むと調子よくなるっていうか、やっぱ殺菌効果、炎症を抑える、元気になりそう。おいしい、おいしいでしょ。いいんですよ、ずっともうこれだけ飲んでたい、うんうん、鼻にも抜けるけど食道がすごい、そう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 、浄化されるみたい。そう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 、でハーブだけでもいいんだけど、はい、うん、前はもうハーブを山盛りに入れて、うん、でも、うん、それはそれでいいんだけど、うん、なんかなと思って、はい、ある日、うん、紅茶もちょっと、うん、お茶の葉っぱちょっとにこのハーブを足すのが一番こう、うん、いいとこ取りだなと思ってやってみました。体も温まるし、そうそうそう、緑が綺麗ですね、取れたてのハーブ、鼻詰まってる人は鼻が飛ぶ。まあ、でね、今日はいろいろ、まあ、いっぱい話はあるんだけど、うん、まあ、写真集を、はい、久しぶりに、久しぶりにデジタルだけっていうのは初めてで、うん、はい、23ぐらいの時に写真集を作って、うんうんうん、それの時と同じ橋本さんというカメラマンさんと今回、はい、時代が、ね、その時と今と違う、うん、はい、今だからってことよね、うん、デジタルだけ、ね、うんうん、なんかでも寂しい気がするけど紙がないっていうのは、うんうんうん、感覚的には、はい、あの撮られる時はそんなことはあんまり関係ないの、意外と。なんかそうなんです、最初デジタル写真集って聞いた時やっぱり紙が好きで、うん、本が好きなので、うん、なんか形に残るような残らないような感じかなと思ったんですけど、うんうん、撮られてる時は全く変わらないし、うんうん、でなんか、まあ、携帯でもちょっと見ようと思えば見られるし、あともういらないってなった時に売られないっていうんですか、あ再販されないっていうか、そういう予算が、なるほど、欲しい人は買うし、定価で買うしかないっていうか、うんうんうん、なるほどね、あ、古本屋に行かないと、そうなんです、古本屋さんに出されないっていう、こういうのはないのか、ちょっといいかなって、なるほどね、はい、なるほどなるほど、うんうん、で私は、うん、こう、まあ、うちの担当マネージャーから言われて、うん、はい、こういうことをあれしたんですよって言って事務所に行けば、うん、それプロモーションで週刊誌にグラビアがあって、はい、おー、うん、おー、はい、いいって、それとあとあのアマゾン の、はい、あのチラ見、チラ見って言わないんだなって、あれなんていうの、試し読み、チラ見じゃん、おーって言って、うん、第一印象、はい、わあ、あのこれ褒め言葉で率直に言うと、はい、わあやらしいなっていう、あんま普段そんな風に思わないね、私は、はい、あんまり、うん、でもこうなんかなんだか結構パワーあるなと思って、うん、それ意外だったの、はい、なぜならば、うん、日刊的じゃないじゃない。もうで、ここ日頃もそそとした感じですね。で俳句なんか、はい、俳句と茶道みたいな感じ でしょ、はい、なんかどうなのかなと思ったら、うんうんうん、意外にもねグイーンってこう来て、はい、ちょっとは面白くって、それでじゃあそんな話しようかっていうんで、はい、うん、
じゃあ改めてちゃんと見なきゃって言ってさ、はい、ね、あらじゃあ目の前でこう見られるって結構緊張しますね。このタイトルすごいですね、うん、これ自分で考えた、自分で考えたんです。ここは見せてあげるね。はい、はい、愛たちの止めどもなく、うん、あなたの中へ、うん、こうちょっと話があちこち行くけど、うんうん、週刊誌の連載の、はい、どこだっけ会社週刊新潮予想にして、はい、あれのこのタイトルもいいですよね。そう、これも自分で考えて、うんうん、いいよね、うん、ちょっと官能小説をテーマにした、うんうんうん、書評エッセイみたいな感じなんですけれども、うんうん、なんかちょっとその官能をいろんな、うんうん、なんだろうのがあって、うん、小橋めぐみが官能を読むとか、うんうん、そういう感じもあって、うん、性愛小説とかなんですけど、うんうん、もうちょっとポップというか、うんうん、軽いというか軽やかな感じにしたいなと思って、うん、そう、タイトルを。でも官能小説には興味はある、はい、うーん、そんなにないだろうなって思ってたら、はい、なんだ意外に違うのかと思ったらそう、ね、そうなんです。一応課題として与えられたから、はい、じゃあチャレンジしようと。そうなんです。何かやっぱり本っていうともういろんなジャンルがあるから、何か一つのテーマに特化してやった方がいいねっていうので、編集者さんからその小橋さんが官能小説を読むっていうのはどうかって、おじさんたちはそれが気になるみたいな感じで言われて、であんまり得意ジャンルじゃないっていうか、なのでどうかなと思ったんですけど、やっぱり性って生きるっていうこと、生きるとか命、ね、なきゃね、それがなきゃいないからね、いないからっていうのもあるから、やっぱりこの年代になったし、いろいろ経験したことも踏まえて書けるものがあるかなと思うので、本当に毎月チャレンジというか挑戦です。いくつか読んで、はい、そうです。作品名って聞いていいの？あ、まあ、はい、最初はね、そうなんです、谷崎潤一郎のマンチ2回目が、あれも官能って言えば官能、まあ、それも官能という解釈が ね、はい、広くとって、いわゆるもう官能小説って言われてるものよりは、こう性愛を感じてるっていうもの で、うんうんうん、で最初が川端康成の眠れる美女、うんうんうん、で、はい、であとは今三島由紀夫の美徳のよろめきという小説の書評というかを書いているんですけれども、さっきさ、はい、こういろいろこう年重ねて経験も、うん、はい、うん、本当のことを言ったらその経験をちょっといろいろ聞きたいんだけど今日小松さん立ち会わないでとか言っちゃってさそうなんですね来るって来るって言ったあと、ね、夕方間に合った、間に合った、私がいなくていいよとか言っちゃったからねいや本当はね、うん、そのこの記録に残す残さないは別として、はい、それはちょっとね、うん、おいおい、はい、うん、掘り下げ、私から掘り下げていきたい部分ねっていうのは、うん、立派な健康的な女性なわけじゃない、はい、でも、うん、写真からは匂ったけど、うん、こうやって会ってると、はい、なんかさ、そういうことのないまんまに生きてるんじゃないかって不安になるわけよねそうなんですマリア様のように生きてるじゃないかみたいなね解体しちゃうじゃないかみたいなね、うん、でもそうじゃなくて、やっぱりいろんな経験があるって聞けば、はい、逆にホッとするんですよ私は。よかったと思って想像しにくいっていうかさ、うん、どんな経験とか思いとか、はい、うん、そういうのはね、うん、ちょっとね言いたくないだろうけどいつか聞いていこうと、はい、まあそういうふうに小橋って思いながら、はい、ちょっと見て、うん、でちょっとあえて本人には共有しないで、はい、こう見て、ね、はい、見ると落ち着かないでしょうみたいなこれ、あ、違うわ、もう愛立ちぬっていう、うん、タイトルもすごい考えて、ね、はい、ね、造語なんですよね、うん、ネットでこう検索してみたけどやっぱ出てこなくて、うんうん、風立ちぬという言葉が好きで、うん、はい、なんかそう、愛が、うん、まあ、イメージが伝わる、まず誰もがそれ聞いて風立ちぬだよね、風も愛も変わんないかもしれないね
いいタイトルですよね、うん、まあこうやっぱりその女性の、うん、まあ美しさエロス、うん、でしょ、はい、セクシー、うんうん、ですこれやっぱまあ男が見ても女が見ても、うん、どっちが喜んでも別に、うん、ね誰かが喜んでくれるっていう、うん、幸せになるっていう、うん、まあそういうあの写真っていうか、うん、そういう瞬間を切り取ってるんだ、うん、でだからあのやっぱりちょっと肌を見せるという、はい、まあ一つこういう撮影の女優さんがみんなね、うん、やっぱりあの服をこう持ち上げるとかしてちょっとこう見せるっていう、ね、はい、このね前編通して思ったのはこの手がねなんだろうな男っぽいっていうか手に色気がないそう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 ガッシーってこうあの表情はふーってなっててであの衣装もささーっとテレーっとしてんだけど、はい、ここがこうちょっとマッチョで私が何が面白いってすごい面白さを見た、うん、まあそこが好きかなっていうねだって、普段やらないじゃないですか、うん、しないよね日常的には、ね、日常的にこうやって日常的にやっとしたらさ、はい、ちょっと蚊に食われてかゆいなとか痒いなちょっとなんか気になるなっていうのでそうよね、はい、やる感じないですよね、うん、まあ特別誰かを誘惑しようとかない限りはね、はいね、あのすいませんあの私のこう性格あの面白いものとか、はい、気に入ったものに、うん、対する表現が、はい、一見けなしてるように聞こえるこれはでいいと思わない時は、はい、すごく親切で、うん、優しい言葉を投げかける、はい、そういう傾向があるんで、はい、あのそういう前提で、はい褒められた時も気をつけて警戒してほしいし、はい、けなされた時は愛情の裏返しで、はい、うん、かりましたすいませんそれで、まあ、文章が書けるから、はい、うん、この文章が素晴らしいなってこれが、まあ、普通役割分担ね、うんうん、やっぱりライターの人とかいてやるけど、はい、これまあ一人で全部自分で書いてるでしょ、うん、そうなんです自分でいいですよね、もう写真も撮り終わって全部、はい、で今ね、うん、じゃああえて見せないでどこを見てるか分かんないちょっと気になるでしょ、気になります、その気になる姿を風あ風じゃない相手たちのこれいいよね止めどもなくあなたの中へよく考える綺麗な言葉最初も何回も自分では見てるわけですよね、うん、はい、うん、最初のあの苔の生えた岩の黒いドレス、はい、これが、うんうん、奥多摩の方です。ちょうど9月、去年の9月に撮って、うん、割と外は暖かかったんですけども、うん、奥多摩の川が川って本当に冷たいんですよね。これデジタルだから縦のページがこういくじゃない、はい、うんうん、で雑誌だったらこれ見開きになるように撮られてるわけですよね、うん、はい、でもまあその、ね、うん、狙いというか、うんうん、この2枚目のこの顔綺麗ですよね、うん、半分出てる、うん、これ本当に褒めてるもうどっち褒められたわけじゃない、わかんないねこれすごい綺麗だなと思っていやあのねいや実はあの1回目見た時雑誌でもこう、はい、うん、パッと送っちゃってあれだったんだけど、うん、今こうやって話しながら、うんうん、改めて見たらなんて綺麗なの、うん、お顔次がもう大体頭入ってるでしょ、はい、あの、うん、赤いあのちょっと なんていうんだっけ 毛の生えた違うよ違うよ違う違うあの今ど忘れしちゃったこういう生地の種類ベルベットみたいなそうベルベットみたいなところに、はい、こう足を組んで、うんうんうん、こういうのね、うん、動いてる。そうあの、まあ、写真ではこう膝の下で手を組んで足を上げて、はい、うん、こういう自分でもうポーズが自然に出てきて、ちょっと最近ヨガをやりつつ体を鍛えていて、はい、なんか動きです、ね、なんかヨガを見せたいわけじゃないんですけれども。はいはいはい、
身体表現的なものをなんか、うん、はい、私ね今日そう一つ言おうと思ってたのは、うん、その、うん、あこのやっぱり表現って、うん、あのバレエやってたから、はい、こうまあ馴染んでるっていうか、うん、かなと思ったけどそこにヨガが入ってきましたね、はい、あの後半で聞こうと思ったら、うん、謎がもう先に解けたわ、うん、やっぱり年を重ねて、うん、もう40代なので、うん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 、なんかもう顔のパーンってはち切れる体にしてもそういうのはねやっぱり衰えてくるけれども、じゃあ年齢を重ねて出せるものを何かっていうのはずっと考えていて、シワやシミとかそういうものは出てきてもあの美しいものってあるじゃないですか。まあ、日本の人が割とツルツルしたものが好きなのでね、あの女優さんでもね本当にやっぱり魅力ってある年齢、はい、なんか経験、人生経験が重ねてきてから出来上がってくる顔っていうのは、はい、まあ、ちょっとね、うん、割と日本の人ツルツル好きよね。そうなんです、うんうん、はい、撮られてる時ってどういう気持ちでこう挑んでる、まあ、挑んでるわけでしょ。挑んでます ね、 ね、うん、なんかよくでもなんかこうカメラマンさんに恋をするようにみたいな、うん、昔ね、はい、うん、あったけどそういうのはなくて、うん、本当に挑んでながらも無心になって集中して、うんうん、自分に引きつけてもらう、引きつけるようにっていう感じ、うん、普通まあ女性、はい、やっぱりこう肌露出するとか、うん、その大胆なポーズって切って、はい、まあ、こう抵抗あってやってる人と、うん、そんなに抵抗はなくて、はい、うん、あのもうなんだろうな、こうそういう欲っていうかね、うん、取られたい気持ちっていう、はい、うん、あどっち、抵抗はもうないですね。ないんだ。だからに解放できるかっていう、うん、はい、なるほど、生身の、なるほど、はい、ものをどっちかなってこう普段話してる小橋めぐみっていう人見てると、いやちょっとそういうの私恥ずかしいですって言うかなと思って、で写真見るといやこれそうでもないのかなって、割とあのなんか努力でトライして能動的なんじゃなくて、そもそも本当に自分から自発的にやってんのかなって思って、だからそうだった、そうですね、うん、あそう、もうちょっとめくってみてとかありますけれども、でもそれがもう本当は嫌だとか、うん、脱ぎたくなかったとか、うん、そういうのはなくて、うん、ただ同時になんか全く恥じらいがなくなっちゃうのも面白くないかなっていうか、なんか計算はいろいろあるわけね、はい、いろいろ考えながら、まあ、まあ、女優ってことだよね、うん、そこはね、うん、そうですね、あそう、うん、結局こういうのはだから人が面白いんだよね、うん、人がどう思って生きてて、はい、今このカメラの前で何を思って何に向かって、うん、チャレンジしてるのかなっていうのは、うん、まあ、男と女って見る目違うのかな、こういうの私、まあ、まして同業者、うん、同業者じゃない、はい、一緒の会社だから、はい、多分私の視線はまた違う、うん、あの女、はい、他の女の人とも違うかもしれない、うん、なぜならばやっぱり仕事の仲間パートナーであって、はい、その人の、まあ、仕事として見てる部分と、はい、まあ、いわゆるこの私の年代の一人の女性として見た時とって、うん、なんか両方でついつい見ちゃうん で、うん、でそうなった時に、はい、なんかな、一つ聞きたかったのは、うん、じゃあ20年ぶりって言って、うん、その20年前の時と、はい、うん、まあ、やってるシチュエーションとかそのカメラマンがいてっていうのはそんな変わんないじゃない、はい、うんうん、心は違う、違いましたね。20年前はもうこれ以上嫌です、これ以上嫌です、うん、これ以上もう無理です、うん、っていう中でやってて、うんうん、なので一つこう何も着てなくて背中が写ってる20年前の写真あるんですけども、うんうんうん、手がギュッてなってるんですよ、うん、なんか唯一そこで抵抗してるっていう、ね、うん、が、はい、20年前はあったんですけども、うんうん、今は
今回はそれはなくって、うん、なんか手玉に取ってやろうって感じは出てるよね、はい、うん、まあそれ成熟したと、はい、ちゃんと大人になったってことだね。あと見せる意味っていうのも、うんうんうん、なんか昔は見せなきゃいけない、うん、脱がなきゃいけないっていう、うんうんうん、まだ23ぐらいの時って思ってたんですけども、うんうんうん、はい、あ、なるほどね、うん、心持ちはすごく変わりました、うんうん、でもそういうこういう機会があって、うん、じゃあ昔のもう一回見直したりしたわけ、はい、あ、覚えてる、あ、覚えてんのか、はい、もう刻まれて、そっか、すごい、うん、あ、面白いね。でもなんかこういうきっかけで過去の自分に再会するんでね、で、なんかでも20年前があったのも良かったなって思います、うんうんね、そうだね、うん、でもやっぱりこうやってちゃんとメイクをしてこういう写真を撮ってもらうっていうお仕事自体、そういうお仕事とグラビアというか、それがすごい久しぶりで、というかもうそんなことはないって、うん、そういうことはないだろうなって思ってたら、うん、今回その写真集を作りませんかっていうふうにお声掛けいただいて、やっぱりカメラの前に立っててすごい楽しいし、うん、嬉しいし、なんか素晴らしい、まだこういう時間があったんだな、うん、こういう可能性っていうか、うんうんうん、いい刺激だったね。いい刺激でした、うん、まあ、そういう意味では、うん、まあ、もしかしたら何かの節目、はい、次へのステップに移行して、うん、そこでもう一つ成長しなきゃいけない節目だね、はい、うん、そうですね、うん、まあ、そんなこれも綺麗ね、うん。